ちは。こんにちは。ゆたかさん、はい、昨日は東京ドームが熱戦でしたね。熱戦というか、まあ、1対1。ストレス溜まったな、見てて、まあ、両チームとも、まあ、1対1の引き分け、延長引き分けで終わったんですけれども、チャンスがなかったわけではないしな、残念。主軸にしっかりチャンスを回してたところもあったし、はい、まあ、俺が見てて、新之助、阿部監督は後輩になるし、はい、で立浪監督、ヘッドコーチの片岡ヘッド、うん、まあ、これはなんかね、もう昔からの付き合いになるし、はい、だお互い双方でこう応援してたけども、ストレスが溜まったなだから俺がこのぐらい溜まるんやからやってる本人たちはもっとストレスが溜まってるっていうことだよね、はい、その1点の得点の仕方が、中日はホームランでの得点、はい、いや田中美希やな、プロ入り初ホームラン、はい、まあ、舐めたわけではないと思うけど、うん、山崎伊織が、はい、初被弾ということでね、今シーズン。そうだったんですよね。まさかというふうに本人も思ったと思うけどもね、はい、だからやっぱりこう最初から積極的に打った結果が、うん、まあ、ああいうふうな形になったし、はい、あの小さな体でもあそこまで飛ばせるっていう ね、 そうですよね。だからやっぱポイントさえしっかりしとけば、うん、しっかりした打球が打てるという、うん、最近なんか飛ぶボールになったらしいなひっそりと変わってるみたいなひっそりと変わってるんだよだからまあその、まあ、影響もあったのかもわからないけども、はい、まあ、プロ入り初ホームラン、はい、まあ、これ先制ホームランだったけども、そうなんです。これをやっぱりね、勝ちゲームに持っていかないとな。そうなんです。でこれ、次巨人が追いつくわけですけれども、ピッチャーが変わってからのというところでヒット1本で、巨人は得点した。いや、変えなくてもよかったと思うんだよ。そのまま続投でもっていう。いや、バントでもよかったと思うし、うん、あで送らして続投、はい、8回行ってマルティネスに直結っていうふうになると、うん、おそらく1対0で勝ったかなという感じはするんだよ。 そうですね、でそこまでまあ高騰していて、うん、巨人はあそこでまあ足で、まあ、7回で先制したでしょ、うん、はい、でね、変えない、7、8、9 9はもう 100% 大丈夫だというふうに考えて、7、8は長いなと思ったんだよ俺は変えた瞬間に、はい、うん、だからまあこれはもう預かってるね、立浪監督は、まあ、状況を見ながら、近くで見ながら変えた結果だから、まあ、これはもうしょうがないけどもね。あれ、あそこで高橋宏斗投手を降板っていうのはやっぱりその、まあ、そうなりますか。いや、なるかならないかっていうのはだから今言ったように、うん、現場でずっと状態を見続けた初回から、はい、俺はプロ野球ニュースで6試合を見ながらだからあれだけど、俺は変えた瞬間には7、8っていうのは長いっていう感じだな。確かに、まあそういうふうに変えてから、で変えるんだったら、うん、まあ、変えてまだ斎藤がいたんだよね、はい、左で行ってほしかったんだよ。あ、そうか、変えるんだ。だ左が続くから。あれはじゃあなぜ左で番？いや、だから勝ちパターンという立浪監督の頭の中があったんだろうな。で、まあ、それを信頼したというさ、はい、まあ、信頼した結果が、はい、ね、そうですね、一点結局っていう、まあ、裏面出たというね、はい。で左だったら重信もそんなに走れなかったと思うんだよな。そういうことか。ああ、だから足封じということもいろんなことも含めて左の方がいいなとは思った瞬時に。ただやっぱり左誰がいるんだろうって言ったら、あ、斎藤おるやんか言って、うん、まあ思ったけどもね。うん、まあ本当にちょっとしたことを紐解いていくとやっぱたくさんあるよね。昨日の試合でそう紐解くと、例えば豊さん的にここをこうしとけばとか、まあ、両チームそうだと思うんですけど、はい、どういう場面が他にもありましたか。いや、まあ、1、3塁になった場面で、はい、まあ、ビシエドを迎えた2点目を取るチャンスね、はい、俺は山崎伊織の投球パターンってやっぱシュートが一番いいんだよ、はい、でセリーグの中でも一番いいシュートを投げる、うん、そのバッター、そのピッチャーに対してビシエドがインサイドを捨てて、うん、もうとにかく甘いボールだけを待てるんだったらチャンスはあるなと思ったけど、はい、でビシエドってやっぱりインサイドが弱い、はい、で特にシュートボールが弱い、それを初球から勝負に行ってゲッツと、おいおい向こうが強みとして投げてるボールを自分が弱みと思ってるところで勝負しに行くっていう、この感性がちょっと
と思ったな、やっぱ代打だったかなって思ったよね。ああ、そういうことなんですね、うん、だからまあ周東に強い右バッターっていうのはなかなかいないけどさ、はい、まああの時点で残ってたのが大島だとか、はい、まあ三好も残ってたのかな。まあそうなってくると、いやこれはあのスクイズがあるんじゃないかとか、うんうん、もうビシエドだったら打ってくるしかないから、そうですよね、だから守るとしたらもう守るしかない、うん、でもエンドランかけられる、単独出塁かけられて、ダブル出塁があるとか、はい、いろんなことが頭にあって守らせるのか、ピッチングで投げさせるのか、これはやっぱりちょっと状況的には変わっただろうなっていうふうには思う。そうですよね、はい、ああいう場合、例えばビシエド選手への例えばベンチ側のサインだったりとか、いやもう打つしかないよね、打たすしかない、うん、もう腹を決めて、細かいことができないってことになっちゃう、ね、そうだね、腹を決めてもう初球で勝負ついちゃったからさいやーそう、だから巨人バッテリーはやった、まあそうだね、思いますよね。でまあ巨人の方もワンアウト満塁、岡本坂本っていうのがね、はい、でまあワンアウト満塁で岡本、あこれは絶対絶命やなと思ったら、やっぱ最後にいいボールが来たね。あれはなかなかね高橋宏斗の球威とか、うん、まあ、キレとか、まあ、インサイドの本当にいっぱいの球決められると、はい、やっぱ岡本っつってもファールで逃げようとしたんだけど、やっぱ逃げれなかったな、うん、まあ、あれは仕方ないなと思うんだよね、攻められ方見てると、はい、で次の坂本のライト、はい、ライナー気味のフライ、うん、まあ、これも捉えてはいるんだけど、やっぱちょっとタイミングがずれてるよね、うん、なかなかやっぱこう 山崎よりと高橋宏斗が投げたい試合っていうのはなかなかやっぱ点にはならないよね。そうですよね、うん、ただ両チームともにフォアボールが多かったので、あの、ね、チャンスはチャンスはあったんですよね、まあ、チャンスはあったんだよ。いや、それとバルドナードが投げてる時に、はい、まあ、1、3塁になって、まあ、岡林が2度目のチャンスだったんだよね、はい、得点圏で、まあ、ここで代打なかったかなっていうふうに、うんうん、まあ、岡林が状態があまり良くないんから、はい、まあ、代打でも良かったし、まあ、あのフォースボークっていうね、うん、一塁ランナーがおとりになって、おとりになってその間に、まあ、サードランナーがちょっとスタートを仕掛けた時におとりになるというね、うん、一塁ランナーが、はい、バルドナードって抑えてるんだよずっと、はい、点を取られてない、うん、まあ、それだけにやっぱチャンスとすればそういう仕掛けがもう一か八かで、まあ、中日は5位、うん、5位でしょ、はい、でも戦ってる時点では最下位だったんだよ、ヤクルトがまだ負けてないから、うん、で挑戦者っていうことを考えるとやっぱ捨て身っていうのは考えてもよかったかな、うん、まあ、考えてたと思うけども、はい、出すタイミングがな、追い込まれてって言ったらあっさり三振しちゃったからさ、もうだからかけるタイミングを逸したというかさ、そう、まあ、そういうところもあるんだろうなと思うよ、うん、もうねベンチに言うとあらりとあらゆるものが頭にあって、はい、進言するとしたら片岡ヘッドが進言してると思うんだけど、決断するのは監督、まあ、その中で一球進んでしまうともう状況が全く変わってくるから早く決断しなきゃいけないんだよ。あの出すサインも全く変わってきますもんね、まあ、そう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 、だから、まあ、そういう意味では出し遅れたのかなっていうような感じがするよね、うん、後手後手にそうなっていっちゃいますね。あとあの代打で出てきた大島選手が、まあ、1球でちょっとねレフトのファールフライで終わってしまった、やっぱノーアウトランナー1塁、うん、もう大島代打に出したカリステが準備してたんだよね、はい、でも1塁に出たことによって大島に変えた、うん、で2000本打ってる、で大島がこれはもう当然、まあ、バントか、うん、大島がカウントを作ってエンドランか、うん、それかもう引っ張って一三塁を作らすか、はい、まあ、そう考えた代打だったと思うんだよ、うん、初球ポーンと打ってみたいな、レフトファルフライそっち打っちゃいかんでしょみたいな、そうなんですよ、いやだからそれにはちょっとびっくりしたな、うん、だからそれで簡単にワンアウト取られる、はい、いやそんな自由だったらカリスでよかったじゃんみたいな、うんうんうん、の方がなんかこう自由さもなんか何かを起こしてくれそうな、はい、な感じがしたんだよ、うん、大島だから期待したのはセーフティーバントか、はい、まあ、バントなのか、うん、まあ、はたまたそのエンドランをかけれるようなカウントを作ってくれてエンドランなのかって思ったんだけど、全く打っていく方向が簡単にレフトの方向を打ったからさ、はい、まあ、確かに読みの中でこういう場面で
引っ張られるボールはないっていう風に腹にくくってレフトに打ちに行ったのかもわからないけども、でも延長に入って1点欲しい時にそういう場面ではなかったな。ああ、そうだったんですね、うん、だから点が取れない方向に向いてしまったというかさ、はい、まあ、そんな感じがしたな。だから本当に昨日は巨人、中日ともに何かこうもどかしさというかが残る。もうジャイアンツも延長になって、はい、最初は萩尾かバント失敗して、はい、で次の誰かにも送られてたんだよね失敗したから。続けてもバントは変えないんですね、そこはもう絶対に。いや、まあ得点源って1打サヨナラだからね、うん、で回したバッターが途中出場の重信だったという、はい、重信に2アウト取ってまで、うん、取らしてまで重信と勝負に行くだけのバッターだったかなって考えると、まあ、これ重信に失礼だけども、はい、で重信もまあチャンスをいただいたという、まあ、その感謝みたいなものがあったにしてもね、でもワンアウト取られるんだったらもう仕方ない、ここバントっていうよりもなんとか 1,3 塁を作って重信に回したいっていうことは考えなかったのかなっていうのは思うよね、うん、だって2つ簡単にああいう緊迫した場面でバントで最初フライで失敗で次は門脇が送ったんだ、門脇が送ったけどもここで2アウト取れてるっていうのはさすごく楽だと思うよね、一塁が空いてるし、だから申告敬遠して重信でしょ、だからすごく避ける長野が出てきて申告敬遠、まあ、当然だよねみたいな。そうですねいやそしたら重信、うん、いや重信だったら長打もないし、はい、仮にヒットだとしても外野が前に来てるからもう一回チャンスがあると、うん、勝負できる、いやそしたら大体に思い切っていけと、はい、っていうことを考えるとやっぱ重信にもやっぱちょっと辛かったよね。だから門脇に対して送りバントじゃなくてな、うん、もうとにかくあのエンドランかけるとか、うん、スチール仕掛けるとか、うん、もうそういう形の方が相手は嫌だったんじゃないかなっていうような気はするよね。あそこやっぱりバントバントで言ったのはその阿部監督が今年やっぱりその1点を何としてでももぎ取るっていう、でもねあれですか、バントがね成功すりゃいいよ。確かにそうですね、失敗が多く重なってるっていうのは一つの原因にやっぱしできなかったらファームに落とされるとか、まあ、そういう恐怖心もあるんだろうなっていうふうには思うけどもね、だからもう少しそこら辺大胆にこう奇想天外なことを奇襲というか成功法では勝てないっていうふうには俺は昨日は思ったね、うん、だから今日の戦い方なんかは、はい、なんか奇襲だとかそういうものをかけてほしいな。それは両チームともにっていう、そうだね、まあ、堀田っていうのも今、はい、あの連勝中かな。そうですね、いいですね。で小笠原っていうのはもう援護点がもうなく、はい、必死に一人で投げてるだけみたいなまあそういう状況に追い込まれてるから、だからやっぱ点取るには昨日でもそうだけども、大体もうホームラン、はい、犠牲フライ、はい、これだけなんだよね、うん、だからやっぱこう奇想天外なことをかけないと相手が慌てたりだとかミスを誘発するような作戦がないと、うん、なかなかやっぱこう均衡って破れていかないと思うんだよね、はい、まあ、お互い打線がそんな爆発的に今当たってるわけでもないし、うん、そうですね、うん、だからまあ今日の戦い方どういう作戦になってくるのか、うん、まあ、非常に楽しみだけどね。そうですね、うん、昨日ような投手戦というわけでは今日いや投手戦になるよ、どっちみち堀田も状態も悪くはないし、まあ、小笠原が多分疲れてきてんじゃないかなっていうのは気はするんだよね、はい、あれだけやっぱねいい投球してて援護点がなく勝ちも負けもつかない、うん、まあ、そうなってくるともうヘトヘトになってると思うよ。やっぱいつも 気を張って投げてる状態で、うん、で選手点も上げられないでしょ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱそろそろ疲れが出てくる頃だよね、うん、危険を含んでるのはあの小笠原で、堀田はちょっとこう今イケイケの状態だから、うん、まあ、先発ピッチャーを見るだけを考えると勢い的にはやっぱこう堀田の方があるかな、まあ、もちろん実力は小笠原の方がある、うん、あるけども状況から考えると小笠原がちょっと心配だなっていう、だから早く点を取って勇気づけてやらない、そう中日サイドはそうですね。そうそう、だから勇気づけられるとあの子は多分乗っていけると思うんで、うん、だからまあやっぱ選手点が鍵になってくるかな今日は、うん、特にそうですよね。で中継ぎをね昨日両チームもあの最後まで使っているので、これね交流戦前の最後の6連戦なんだよ、だから最初からね、うん、
違う、木曜日が休みだったりその2、3とかも、そうか、はい、あそうだな、うん、空くところあるな、はい、まあだけどあんまりね使いたくない、ね、いやまあそうですよねできればできれば小笠原も申し訳ないけど7回もう直結が一番いいから、そうですよね、マルティネスのに巨人も多分そう、でも多分堀田投手なのでちょっと中継ぎは必要になってくるのかな、巨人がちょっと必要だな、でもいろいろ上下からもう変則から豊富にいるからな今年はな、はい、まあだからまあそういうところで、まあ今日もねストレスが止まらないような今日はなんかこうチャンスは少なくてもいいから、はい、あここって言ったからスカッと取ってほしいな、そうですよね、まあ今日も注目してます、はい。